過ぎた日の悲しみもみんな君にあげる。あの日知らない人が今はそばに眠る。暖かな昼下がり通り過ぎる雨に濡れることを夢に見るよ。風辺に吹かれて胸に残る思い出とさよならをするために。人も時代も流れていくんだな。いいチコ、優しい酔いです。僕が出会ってその直後にミニバンドというのが結成されたわけですからね、だから本当によく一緒に、コンサート、そしてツアーったって容疑者に乗ってみたいなツアーですけど、本当に修学旅行みたいな感じでね、一緒にいましたね。あれから20年、ベースギターの井ノ口義則さんは現在会社役員。そしてリードギター田辺和弘さんは動物病院を開業。ご存知の方はいらっしゃると思いますが、我々は以前ホームでありましたが、僕の相棒で井ノ口義則というのがおりますが、僕はあの人好きですから、やはり好きな人のために思いやるというか、なんか関係が非常に乱れております。今何て言いますか、先日もまた合宿を行いまして、我が家のうちのアパートで、その僕を二人のうち誰が得るかということで、二人が、醜い争いをしておりましたが、やはり私は何て言うか、やっぱり何て言うか面食いでありますので、それで二人ともちょっといただけないんですが、まあ、強いてあげれば井ノ口君の方が風呂によく入るので、出ながらですね、汚いですね、言うことが、僕の人生の中で、まあああいう人物に会うこともないだろうし、いないと思うしね。男心をくすぐるというかね、お前の存在に共感するっていう歌を歌う人だったんだと思いますね。吉田拓郎誰ですか。いまだに何を考えてるのか分かりません。なんか引きつけられてね、少なからずどっかに影響は受けてますね。拓郎なんていうのは特にね、外から見るとまあわがまま主婦代で暮らしている人というふうに思われているし、もちろんその思われても仕方がない部分っていうのはたくさんあるわけですけれども、あの男はね、はい、あのとんでもない野郎でね、本当にわがままの、代表みたいなやつで、あいつのおかげでどんだけ迷惑してきたかと思うんだけど。拓郎の伝説のステージのバックを担当していたのがこの二人であった。2時間誰が測ったか知らないんだけども、いや長かったのは覚えてますけれどね。後からまあ書物とかね、人の話、あの中津が出ちゃったんですかみたいなね、これ合宿するんですよ。合宿してもね、まあ今でいう曲作りですね。でこういう曲作ったよみたいなので、まだその詞がなかったりね、その時、まあ、ギター一本でね、ルル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 、おいいじゃろこの曲って、まあ、こういう世界ですよ。でそれにそれだけじゃつまらんから、お前らちょっとコーラス考えろと。で夜中中やるんですよ、それアパートですからね、大きな声じゃできないんですけどね、それにじゃあバックコーラスで後追いでこういうのを作りましょうっていうのも
イントロなんかもそうだよな。そうです。でそれを一緒にあの友達って曲もそうですよ。イントロもそうだし、コーラスもそうだよね。そうで歌詞を考えて、いやこっちよりあっちがいいなとかね、いやこれはちょっとつまらんとかですね。だからそういう時はあの田倉さんも生き生きしてますね。それで次の日ね、ジャンジャンなんかでね、早速やるんです。早速あれは辛かったね。大事ですよ。前の日夜中までなやってる練習でまだまともに出来上がってないのに、いや音も出してないんですからね。こうやろうして決めただけですから。で歌詞もこういうフレーズ作って、お前が上お前が下でちょっとやってみようぜ、ちょっとおこれいいなとかでね、それで終わり。彼らと一緒にあの日高円寺やら何やらで合宿したりして暮らした東京の時のことっていうのはきっと拓郎さんにとっては小さくないことで、その時寝食を共にした人間となんか、まあ、無理やりかもしれないけどこういう形で出会って何だったのかっていうことをこう確かめたかったっていうことなんじゃないかな。僕らみたいな拓郎ファンは結婚しようよと旅の宿が嫌だったんですよ実は。やっぱり拓郎は自分の拓郎でいてほしかったっていうのがあるんで、やっぱり今日までそしたらしたからとか青春の歌とかイメージの歌とかっていうあのまあヒットしなくても自分の中の拓郎であってほしいっていうファンの心理っていうんですかね、それがこう結婚しようよでヒットして、で旅の宿で爆発的なヒットして、そうするともう自分の拓郎じゃなくなっちゃうわけですよ ね。だからそれが嫌で、やっぱりまあ、僕は直接は帰れコールしてませんでしたけども、そのコンサートに行ってた拓郎ファンはやっぱり帰れコールをしたくなっちゃうんじゃないですかね。だってお金払って見に行って帰れっつってるんですから、何なんだよっていう感じですけども、多分気持ちの中でそういうふうな、気持ちになってしまったんでしょうね。喫茶店にばあちゃんと二人で入って渋茶を注文すること、ああそれが老人。映画館にばあちゃんと二人で入ってチャップリンの映画を見ること、ああそれが老人。ゴーゴークラブに興味を持って入ってまたすぐ出ること、ああそれが老人。セックスを知り尽くして老人になって若夫婦の夜を覗くこと、ああそれが老人。繁華街で前から来る生かした女の子にそっぽを向かれること、ああそれが老人。プロレスを見に行って一番前に座り血を見て気を失うこと、ああそれが老人。お風呂に入ると老人はとても熱いのを好むのです、ああそれが老人。さて老人とは一体何だろう、その答えは人それぞれで違うだろう、ただ一つこれだけは言えるだろう、老人は僕たちより時間が少ない、老人は余命いくばくもない、若者があと30年生きるなら老人はあと 1,2 年しか生きられないだろう、この貴重なひとときを老人は壮年と呼んでもいいだろう、壮年期は二度とは帰ってこない、皆さん年寄りよ、今このひとときもわしの壮年期。
先生などこんなことはなかったぞ博多じゃ。博多では冷たい目で見られて俺も一緒にどう分かるこれは。田んぼのカエルはもう見えた。それでもまだって夏休み。その夏休みなんかでね、はい、あの時と同じイントロが出てくるとね、まあ感慨深いものありますよね。もう全然心配なかったもんね。嬉しいです、ね、余裕ありだもんね。余裕あり嬉しいね。いやいや本当に今日良かったと思う。うわ最高じゃないですか。